では、ゴルフパートナー仙台バイパス沖野店小関くんからまた告知がございます。こんにちは、準レギュラーの小関です。あ、いいね。またまた告知すいません、仙台バイパス沖野店ただいまセール中です。中古クラブ 10% オフ。これ何、10% オフで、はい、買えます。買えんの？買えます。お、買い取りは 20% アップです。え、20% アップって何？ 20% 高く買い取ってくれる？高く買います。やば、すげえ、はい、で新品は、スタッフまで。あ、なるほどね。それは、14日だからもう始まってんだね。始まってるんで29日までです。ぜひお願いします。お願いします。こんばんは。うわわなんだそれ。今回は、アイアンのシダ動画です。今旬の3つのヘッドを今回ね、持ってきてもらいました。最近出たばっかですか？最近出たばっか、ブリストンツアー B HF3、 タイドリス T300、 ちょっとかっこよかったです、タイドリス。キャウェイエピックフォージドスターの3種類です。3種類、優しい系ですね。全部優しい系なんですけど、僕らも、打ってみたいと思います。4人でどんなもんか、レベル別で判断していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、では最初、ツアビー JGR HF3。 これね、見た目僕がちょっとね一押しなんですよ。見た目だけでは打ってみないと分かんないけど、飛びそうってことですか？飛びそう、とにかく飛びそう。どうだろう、庄司さん。お願いします。おお、何でしょう、どんな打感でした？なんかちょっと硬い感じがしました。硬い、硬い感じ。おお、何でしょう、いいんじゃないですか。めちゃくちゃいい球。なんかすごく飛んでく感じがします。はじくって感じですか？なんか飛びそうなんだよな、それ構えた感じっていうか見た感じは。構えてないけど、強烈だね。球上がるわ。上がる。打感は？打感もいいですね。その変に弾き感はあるけれども、こうなんですかね、飛びすぎる感じもないけれども飛んでるみたいな。わがままやつ。わがままや。欲張りやつ。そんなんや聞いたことないけど。おお。音使ったけど芯食ったんじゃないかなって一瞬思ったっすね。音パチパチいくねこれ。確かに。これか。バランスだったらとてつもなく飛んできそうっすね。はあ、うん、これは飛ぶでしょ。これこれ何、200ぐらいいっちゃうんじゃないこれ。7番で。もっといくと思いますね。そんな飛ぶのこれ。はい。おお。早っ。高さがすごい。190とか、練習ボールで190出てるんで。練習ボールで190飛んでるんで、これ200超えますね、このアイアン。ちょっと、やっぱり強烈飛びます。あ、でも、見た目。見た目そんなでもないでしょ。普通でしょ。あ、なんか。飛びそうってわけでも僕は感じないんですよ。どうなんですか。おお、いいフェード。飛ぶっすね。ちょっとドロー打ってみて。フェードもドローも操作性がどうなのか。そうなんですかね。確かに。うわー、やっぱり操作性が少し減るのかな、そういうこういうでかいのって。右抜けちゃったっすね。まっすぐだね。まっすぐだね。前に前にっていうのがちょっと強いかもしれないですね。操作性はね、飛ぶんですね。要するに操作性はちょっとないかもしれないです。ただ飛ぶ、そして上がる。
じゃあ次行きます。タイトリスト T300。 これは何？なんかタイトリストって難しそうなイメージがあります。あ、そうなんですか、うん、確かに。でも上級者の人が使ってる感じはあるっすよね、うん、優しそうだよ。おお、めっちゃ捕まる。なんだ。あ、でもなんか難しくないかも。おお、いい。いいですね。打感どうです？あ、なんかね、柔らかい打感です。さっき硬いって言ってましたもんね。うん、 JGR は柔らかいです。これいけど結構球上がってますよ。捕まってます。しかも上がるっすね。球が上がる。球が上がる。薄いけど上がる。上がる。なんでだ。なんかこれ変な形してるかね。これがなんかそこがあの鍵みたいな。あー、結構偶数あるねこれ。初心者の人とかいいかもしれないですね。あ、音やばいっすね。やばいね。クマが捕まるな、これも。グーサールグーサーが欲しいですね。ちょっとスティンガー出る。スティンガーでも多分上がっちゃうと思うんだよね、これ。おー、飛んでそう。めちゃくちゃ飛んでそうですね。230ぐらいしてる。スティンガー打ってもちょっと球上がりますね。上がり気味。本当だ。ヘッドも大きいかもしれないですね。ヘッド大きい。タイトリストにしてはちょっと大ぶりなヘッドですね。安心感はありますね。おお、今日すごい球高い。すごい球高いです。意外と優しいね、このタイトリスト。おお、ほぼ真上に飛んでってますよ。どう、さっきと。いや、こっちの方が優しいと思います、僕は。上がる。上がりやすいですね。上がりやすいし、構えた感じも安心感ありますね。グースも効いてて捕まりやすそうな感じだったんで。僕はね、グース嫌いなんでね、ちょっとグース気になったんですけど、打ってみたらね、結構いい球出ますよ。これいいね。さすがタイトリストって感じ。じゃあ最後、キャロウェイ。これはなんか今のデザインだね。デザインですね。デザインがかっこいいわ。エピックフォージドスター。これ飛ぶと思うんですよ。飛ぶ？これ飛ぶと思う。飛ぶでしょうね。エピックでしょ。これは飛ぶです、間違いない。おお、いい。今目に抜けたと思ったんですけど、まっすぐ行きましたね。なんかね、今スライスしたかなと思ったんですけど、ちょっとそんなに曲がらないです。おお、曲がんない。ちょっとね、今噛んだんですけど、あの普通に飛んできましたよ。うん、曲がんない。なんか優しく感じます。確かに曲がんない。おお、これすごいね。ユーティリティ、ね、これはとってつもなく球が高く飛んで前に飛んでってましたね。振ってみたけど、うん、これは振れば振ったほど飛んでいくんですね。でしょうね。おお、すごい。なんかもういい、なんかね、心躍らせられるみたいな。明らかに振ってきてる。最後振り出す。あ、こういう感じね。こういう感じか。ちょっと縦長なんだね。重長っていうか、うん、これ優しいな。あ、これ
捕まるわ。多分一番捕まると思う。明らかに。あ、やばいこれ。これすごい飛ぶ。何飛びですか？飛ぶ。194。練習。いや、弾きが全然違う。これ弾き半端でない。スティンガーだよ。すごい、ちょっと低めのスティンガーだよ。はあ。マントビ。これね、マントビ。ただただ飛ぶ。そんなクラブ出てくるんですね。なんか、まあ、一応アイアンもいろいろあるんだね、打ってみると。飛ぶけど高さ出ないですか？そこ面白いですね。顔そんな大きくないと思うんですよ。なんか、いや、重長じゃない、なんか長くない。あ、長いかもしれないですね。ちょっと噛んだね。うん、おおほほほ、果てしなく上がっていく。いや飛ぶっすね、うん、数値も出てる、うん、これが一番だけど、アイアンで47でやばい。アイアンでヘッドスピード47出てます。188ヤード。いやこれはちょっとずるいですね。ずるいですね。ずるい、ずるいアイアン。これ良くないって感じのクラブですよ。え、ってことで打ち終わったんでしょ。これ打ち終わりました。じゃあ何、じゃあ皆さんの意見というか大体の意見でどれが欲しいかみたいな感じですか。どれが欲しいかランキング。それぞれいい。いや難しいな。じゃあもう一個なんだけど、どれか、これか。あ、これ3本か。ね、じゃあ挙手でお願いします。この3本の中で欲しいクラブ、ブリヂストンツアー B だった人。おお、なんでなんでなんで。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい距離とか、うん、距離とか、まあ、操作性とか、飛びスニーズってわけじゃない、飛ぶ方なんですけど、うん、顔もちょうどいいかな。じゃあ小関君が1位、ツアビ。じゃあ、タイトリスト欲しい人。はい。あ、え、おえ、え、なんで。でも明らかに優しいっす、ね、僕はだよね。僕はスティンガー打った時に、一番いい、僕のイメージに合った球が出たからなんですけど、庄司さんは、タイトリストはやっぱりこう上級者向けっていうイメージがあったんですけど、ね、実際に打ってみたら全然そんなことなく優しさが感じられたんで、選びました。いいコメント。さすがタイトリスト、アイアン最高。優勝っすね。優勝だね。でもね、キャロウェイ、これはね、これはね、ちょっとね、ずるいっつうか、そういうずるすぎて選ばなかったんでしょ、うん、ちょっと飛びすぎるから飛距離が落ちてきた人とかはいいかもしれないけど、うん、ただただ飛ぶっす、これ一発シンクったらすごい飛びそうじゃないですか。距離のばらつきでちょっとありそうかなと思ったんで、まあ本当に飛ばしたかったらこれでいいと思いますよ。ただある程度飛距離に余裕があって、まあ、いろいろ打ちたいとかっていう人は他のこの2本いいと思いますね、うん、はい。ということで、まあ、勝手な僕らの意見ですけど、アイアンの志田、してみました、それではまたお会いしましょう。はい、さよなら。